はい、皆さんこんにちは、シスです。ジェイクです。じゃあね、蛇の首谷からの脱出。なんでテンション低い目標となる。なんかさ、ここに赤いのがさ、落ちてない？お、なんか気づいた。この操作がすごいんですよ。懐中電灯、あった。拾う。よく大事なものに気づいた。ライトを手に入れた。なんで懐中電灯ならライトってちょっとかっこいい呼び方し始めた医者だからじゃない。やべえ、スナイパーさんがおる。いるな。なんかやべえ。めっちゃいるな。オッケー。え、道間違えたらどうきゅん。え、なんかいない？先に人が。いや、人じゃないだろ、あれ。木だろ。女の子じゃない、あれ。白いワンピースを着た女の子。今がスタート地点が、うん、ああここか、ここですと。で、そこから真ん中のくぼみらへんな。あれ、蛇の首谷はどれだ。ないぞ。ん、平坂井の方なのかな。よし、わからん分からんけどライトの消し方どうやんだっけ。あ、これか。今早速下にいたな。丸腰だとどうにもできないからな。今絶対いるよね。うん。やばいやばいやばい。目の前にいなかった今。ちょっと待って待って待って。え、大丈夫か大丈夫か。うん。俺こんな狭い道。いる？おお、いるいる。おるわおるわ。え、どっか行った？え、めっちゃ怖いんだけど俺。大丈夫か大丈夫か。なんか車があるね。車調べたら車があるってことは、なんかさっき車ってなかったっけ。宮田の車だ。ああ、そこまで降りてきたんだな。もう自分の車なら開けられたりできるでしょ、いろいろ。叫ぶじゃない、さつか。叫ぶ。いや、ダメだ、これ宮田の車埋まってる。うわぁ、使えん。あら、こっち外れなのかな。やべえ、この先は危険だ。違う方向に。宮田の車、トランクとか調べられない。トランクか、お気を付け。うん、あ、これ、この人基本的に V ごとで。おーし、ゆっくり歩いて。やべ、怖え、見つかりそう。いるんだよな、そこに。やばい、走っちゃった。トランク、OKOK。あ、武器だ。はいはいはい。スパナを取るよ。ラチェットスパナ。レッド。発煙筒か。発煙筒だ。目標、釣り橋を渡るか。OKOK。釣り橋は、あ、戻らんきゃいけないのか、今の道を。うん、今の道を戻るためには、とりあえず戻ろうか。いるんだよな、この辺マジで。ぱっと見いないから、懐中電灯つけてもいいんじゃない。 OKOKOK。 スナイパーじゃない限りシスなら殴り勝てるでしょう。あ、そういうことか。武器を持った俺にはもう、そうだ、お前はもう怯える必要はないんだ。怖いものはない。大丈夫だ、武器を。おーし、構えよーし。怠慢で殴り負けたらどうしようもないけどな。これが人に見えて仕方がない。うん、
なんかここに穴があるぞ。ある？なんもない。調べてもなんもない。ここは今どこなんだ。さっきの階段登ってる途中じゃない。ってことはまだ登んなきゃいけない。あれ、こっちか、こっちか。あ、降りた。あ、なんか左曲がってないそれ途中で。え、あ、いいんじゃない、いいんじゃない。左、え、左曲がっちゃったのか今途中で。右だなこれ。そうなるな。なんかさ、うん、いる、吊り橋にいるんだこいつは。ってことは吊り橋に簡単に渡してくれないな。吊り橋、これそのまま今上行って階段上がった瞬間左にいるぞ。そういうことだな。どうすりゃいいんだこれは。撃たれんぞこれ。え、まあまだバレてないからちょっとずつ歩いて。いやでもさすがに吊り橋からそのまま正面で挑むのは問題なんじゃないか。うん、あれだもんな。もうちょい前行ったら見つかるだろうな。こいつが振り向く瞬間を狙う。振り向かないな。振り向かんぞ。まずいな。ということは何か別にやることがあるんじゃないか。なるほどね。距離があるのに拳銃とスパナで対決しようとは思いたくないから。よしよし、ちょっとこっちで裏からここ立ったらバレるかな。ちょっと多分大丈夫だろう。まあ、暗いから相手も見えないんじゃね。この辺だろ、この辺だろ。お、なんだ、着火する。発煙筒着火する。なんだなんだ、場所がバレんぞ。冷静に考えてどうなる。死人が来るから。うん、あっあっあっこれ来た。逆。え、めっちゃビビった。いや、正面にいたな。ジャックした方が。トイックの声がやべえぞ。え、なんかやばい。はい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 。ちびとが、リボルバー持ってる人。これね、リボルバー持ってた人。じゃあ今は橋誰もいないんじゃない。今だろ、今だろ。さあ、ここでゆっくり一回詰めていくかっていう二択になるか。こういうとこでね、素人は焦るんすよ。相手の視点になってないからまだ見つかってないんじゃない。今俺すげえビビったわけなんだ。これ視界ジャックしながら歩けたりするのかな。いや、ジャックしながらは歩けなかったと思うけど。今俺後ろ振り向いたら死ぬ。後ろ振り向いたら死ぬ。ジャックすればいいんじゃない。あ、大丈夫だ、うん、あ、これまだ見てる。じゃあ、行くか行くか行くか、行っちゃうのか。よし、橋を、橋を切り落とせ。スパンナじゃ無理なんじゃないか。来た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 。で、渡ったらなんかすげえとこに出るんだぞ、ここ。先行所からそのまままっすぐ行って、うん、抜ければいいのか。どこに向かうのか分からんけど。もうちょい進めば小目標出るんじゃない。まだ渡りきれないでしょ。分からんな。屋内っぽいとこだな。今なんか青い矢印入んなって。休憩所。はいはいはい。入って入ってすぐ右か。うん。入っ
って右行って、ここかな。下なんかガラスが散りばめられてるな。あれこれなんか、うん、それ光、懐中電灯つけたりしたら見えるんじゃない。これなんかなんもないのかな。あ、小型発電機がある。ガソリンが、あ、ガソリンか。さっきの車から取ってこなきゃいけんな。近くにないのかな、調べたら。お、これか、これか、なんかある旧型のストーブがあるな。灯油しか入ってねえかな。とか調べられないか、ないか。でもここじゃねえの、休憩所に来たけど。電気をつけないとな、どうにかして。これか、これか。お、拾う。トースターを手に入れた。カラムジェリカン、うわー、これで取ってこなきゃいけねえんだこりゃあ一苦労だ。これ大変だな。多分車だろ、普通に考えて。近くになかったら車っていうことになるな。車戻ってみる。車だろう、どう考えても。さっきのリボルバーさんはどこにいんの。リボルバー外しちゃった。あ、外しちゃった。こいつがね、うん、もう近くにいるんだよな。なんか今いなかった？ちょっと。ここでリボルバーさんが、あ、リボルバーさん。ずっと見てるな。どうやって戻るかか。手前を右に曲がって、うん。段差を登るかどうかのあたりだな、問題は。あそこ降りた後、そのまま降りちゃってもいいか。そうだな。あ、でもどうしよう。スタートの方に戻った方がいいのかな。走っちゃダメ、走っちゃダメ。ゆっくり行こう。で、ここを歩いて、あ、いるわ、リボルバーさんを、リボルバーさんを巻いて、あ、発電灯見えるな。右行って、オッケー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 。あれ？これ戻ってる。今回ったぞ。なんか左側の方に登れるところがあるはずなんだが、あ、登れないのか、ここ。あ、さっきなんかダイプ、わからんな。結構高かったからな。これどこの道路にいるんだろう。いそうなんだよな。わかる、何してるか。わからん。迷わず行けよだな。とりあえず行ったら左だよ、ね、あれ、ここか。ん、まだか。ん、ここ左か。ここ左行って、左だとスタート地点の方行くんじゃない。で、ここ降りてきゃいいのか。うん、多分ここにいる気がするんだよな、あのところに。あー、なんかうろついてる感じのやつがいたな、今。いたんだよね。ちょっとこれは動画的に遅くなるな早送り、ちょ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 って言いながら早送りするかお、車じゃん。オッケー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 。絶対これだろ、絶対これだろ。おー、なんか給油口が見えんな。しっさえてる。お、懐かしい。戻りましょうか。ちょ、戻るとこもね、これカットしてもいいな特に何もなかったらカットしようか、うん、死人に会わなかったらね。
あっ、見つけた。殴りかて、殴りかて。あ、どうした、なんかさ、ね、視点がなんかちょっと変なんだけど。あっ、危ねえ。もうダメで、どうした、ビビったー、すげえビビったいるとは思わなかったな。嫌な汗かくわ。で、ここが、リボルバーさんがいるとこだな。リボルバーさん、アホだな、ほんとに。ずっと見てるからな。あ、いたのかと思った、びっくりした。ただの草だった。いけた。待って、出た。あ、間違えた。後ろにカチャカチャ言ってるぞ、足元。大丈夫だろ。やった、やっと来た。長かった。中間セーブくれ、中間セーブ。中間セーブどこだろうな。お、ガソリンを入れた。お、曲曲で、エンジンをかける。え、うるさいんだけど大丈夫。あ、電気ついた。なんだ、アラド方面。え、違う、電気ついたからどうなるのかって話だよね。いや、電気ついたらきっとシビとか来るんだろう。お、ということはその場にいたらまずいんじゃね。のけて降りてすぐ右。そっちから敵が来るっていうことはない、大丈夫。あれ、降りられない。急げ、これは時間との勝負だ。出れんぞ。お、抜けた。よっしゃー、すごいな、サクサクだな。さあ、時間もいい感じ、ちょうど。てか今死んでなくない？今回ね、一発クリアですよ。やったー。じゃあセーブ、あ、じゃあはい、ここまでにちょうどキリがいいんで、ここまでにしようか。はい、じゃあ皆さん、どうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。